はい、皆さんこんにちは、ありがとうございます。トラックファイブですね、やっていきましょうと。これ街じゃないよね。あー、やっぱり違うんでね。あー、そうだ、違うね。どこだっけ、ちょっと休憩しに行きましょうよと。私がルーラーを唱えて、アルカパ？あー、サンタロール行けんだけど、お金がないよね。北の教会、ヘールヘブン、ルラフェン、ルラフェン、アルカパ？アルカパお母さんとこだっけ？ルラフェン、あ、違うね、これ絶対。あ、これ違うわ。ようこそアルカパの街にと。あ、これ絶対違うよね。あ、違うわ。買いに来ましたよ。あ、違うよ。聖堂の鎧、違う。そんなものじゃないよ。そんなものじゃないです。そんなものじゃないですよ。あと、預かり所でちょっと荷物引き上げないといけないよね。これは？あ、これ、ジェラスなこと言ってるけど、昔は読ませだったんだぜ。噂によると、とつまない魔法世界を狙ってる。しかし、光の剣のタロウで助けてくれるそうだ。違いますね。じゃあ、どこ行く？サンタローじゃなくて、エルヘブン。エルヘブン。エルヘブン。エルヘブンってすごい名前だね。はい。これ、お母さんとこかい？あ、ここはエルヘブンの村を忘れられた民族の住む村でございます。というのはお母さんかな？この村に旅の方はまあ珍しいと。まあ、とりあえず、泊まりましょう。はい、4ドル。安いんですよね、ここ確かね。はい、行ってきますよ。またこの、またうちの我が子供たちがね、もう、あるんですよね、これね。こっちは、あら、あらららら、ちょっと待って。私、全くわかんない。あ、でも、レベル的にはいいんだよね。低いのが出てくるから。痛い。やっぱ、平田さん、痛いね。あ、そうするといけないのかい。あ、ヘタチェさんレベル20に上がりましたよ。力1ポイント、1ポイント、3ポイント、マジパが7ポイント、ルカンの覚えましたね。ちょっと待ってね。あ、そうだ、私魔法の絨毯持ってたんだわ。あ、合ってるよ、ここ。ここ合ってるね。ここ合ってんだけど、じゃあどこ行けばいいのと。あ、こっちか。あ、違うね。完全に塞がれちゃってる。で、こっち行っちゃうと、あー、しまったね。私、先のとこどうやって行ったんだろう。覚えてないね。まあ、そこ行くまでは、あっちおさんと日立に任しましょうかね。はい、これもさ、レベル11上がりましたよ。力3ポイント、見守りが1ポイント、ヒットポイント18ポイント。気合いため？あ、気合いためだね。で、これしかないんだよね。じゃあ、ダメなんだよね。私のルーラーでちょっと考えないと。なんせちょっと忘れちゃった。北の京はグランバニア、ネット、あれ？はい。ちょっと待って。ちょっと待ってね。これってお母さんとこだよね。あらー。お母さんとこ行ってさっきのところは何しに行ってたんだっけ？このエルヘブンがお母さんとこで間違いないよね。あらー、ちゃんと思い出せないな。こらまずいな。こらまずいな。あれれ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 。デンタザウルスって言うんだね。あー。さ、ちょっと待ってね。夜。あー、夜はこっち入って。
ってもダメなのか、もう一回泊まるしかないのか。その前に、その前に宿屋じゃなくて教会でセーブしましょうね。あ、どこ入れた今。もう連打してたらわかんない。はい、はい、どうぞ。あ、続けますよ。さてと、こっちは、あ、とにかく寝ろってやつね。で、あ、そうだそうだ。なんか聞いたわ、あの、この上のね、偉いさんにね。何年ぶりでしょって言われてます。私泊まってるんで、何年ぶりとかでないと思うんですけど。はい、おはようございます。こっちからはもう、こっちからだとショートカットだと思うんですよね。で、どこ行けって言ったっけ、上の人がね、なんか、あそこ行きなさいよって言うんでね、行った気がするんです。あ、役立ちましょうみたいな回すのか、あっちのその仲間たちがそうなったら、俺方分かっていましたかって、回すと連れ出したポゾンのとても恨みを持ったものですし、二人の子はあっちには何の罪もありません。でも、進めて押しましょう。と、大河の昔、昔は、神はこの世界を見つるわけなんです。神、神人が住む天空街で。人間たちがこの世界、魔物たちを応じた暗黒世界と、そしてこの三つの世界が互いに交わることない、モンハンを受けますと、もう、いずれとも我々エルヴァンの平和のためなんですと、そういうことね。あっちの母親、マスターの我が民の太鼓の男の人がいるとして言われましたが、もう、マスターのさらったのは暗黒世界のもう開かせるためでしょう、と。私は感じることができますと言い上がると、もう、年ごとに、年ごとに、あ、布団を拡張をしています。この、やがて、くだらない魔王ですから、こちらにやってくるでしょう。そんなの前に、マスターのお助け出し、開かれた門を、再び本日なんです。おいなら、まさか、あっちゃん、あなたにその力があるはずです。あら、火に全然来ないんだね。我々、エルヴィンのためには、もう進めることも、そして開くこともできると言われてます。しかし、俺たちの頭の中でね、置いていった。あれは、あれ、どこだったんだ、あれ。あれ、困ったな。あれ、どこだったんだ。あなた知らない？あなた、そなたは、と。あ、魔法の木だね。あららら、あららららら。あ、そうか。これやばい。場所がわかんない。これ、あれだね。ああ、またいろいろオルトしないといけないのかな。あ、そういうことだね。あっちゃーごめんなさい、これね。私さっきの場所覚えてないわ。ルーラーでね、どうしよう。ああ。ルラフェン。あ、これルーラのところだね。で、ここに行って、道具で私が魔法の絨毯使いましょう。で、あっこなんだよね。こらちょっと厳しい。あ、いや、なんとなく言ってるんですけど、これじゃダメだよね。そうね。で、こっち入っていって。外に行った方がいいのんだよね。あ、これ門だわ。これ門番のとこだから。そうだよね。いやー、参ったぞ、これ。あ、これは、あれだね。うん、あそこだわ。あの、フローラさんのおやすさんだわ。いやー、どうなの?何も考えなくてルーラー使っちゃったもんだから。しまったよね。まあでもこれ敵出てこないからね。うわ、なんか高い塔があるね。入れないようにされてますし。あ、じゃあこっちだったような気がする。なんとなくね。なんとなく思い出しちゃったんだけど。うん。なんかこんな感じがしたような気がするんだけどね。違う？これ宇宙海？じゃない？あ、じゃなかった。じゃなかったね。じゃあこっちだね。あー、どうだろう。あそこなんか目印ないのかい？言ってた塔ね。なんもないかな。これなんだっけ？あ、これあの、女神の方だね。女神というか、女性の国主というかね。
そういう方がいる。これどこ？あ、いやいやいや、地図じゃなくてね。送りましょう。ん？これかい？ここなんだい？かなり寄り道しちゃってるけど。メダルか！そうなのね。わしは世界中小さいメダルだと思ったら、ほほ、メダル間違いない。わしが預かろうって言ったら14枚。何いけんの？何もいけないでしょ。神秘の鎧まではまだまだ。メタルキングの盾欲しいよね。これ開かないでしょ。鍵が合わないと多分最後の鍵なんだろうね。で、ちょうどよかった。これね。引き出しましょう。荷物をね。道具？メガンテの腕は、あ、メガンテの腕はね、あったらいいんだけど。うん。ラインハットの鍵。ラインハット、だこのゲームってあれだよね。鍵は上位互換だったよね。よりレアな鍵が、メジャー、あ、よりマイナーな鍵がメジャーな鍵を開けれるんですよね。確かそうでしたよね。あ、空飛ぶことなんか懐かしいね。さ、防具は？あ、さまよう鎧。エッチな下着ね。これはちょっとね、ヘダチさんに持ってる。あ、ヘダチさんは装備できないですよね。いいですよ。で、あとさまよう鎧だね。これもヘダチさんに持っていただきましょう。いいですよ。で、鉄の盾も一応持っていきますか。せっかく持ってても持たないもんね。あ、そういうのいいですよ。で、いや、それだったらね、もうね、かまぼこしまで売っちゃうつもりで、ヘダチさんにね。あ、いいですよ。で、この武器ね。あ、パパスの剣か。パパスの剣いいですね。で、あとお金ないはずですよ。お金ですか？一軍ってまずか、お預かりしてませんか？そんな言い方ないよね。もうちょっとなんか、優しい国としかったんですけど、三河市の、あ、そうだ、なんかすごく余ってんだ。忘れてました。はい。意味なかったですね。これがね。はい、次、モーニングさんは？ダメね、ダメ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 。ダメね、これまた売りに行きましょう。え、お渡ししましょう。ダメだね。全然ダメだわ。じゃあ次、ヘダチさんね。ヘダチさんの毛皮のフードは？持ってるって誰？あ、ヘダチさんあんた、毛皮のフードなんか装備してるのかい？そうなのね。あ、持ってるだけか。安らぎのローブ。ダメだね。もったいないよね。エッチな下着は無理だよね。さまよう鎧。これ誰かに、ゴレムスさん行けないかい？あ、ホイミンさんか。あ、じゃあホイミンさん行きましょう。せっかくなんでね。道具、ホイミンさんは、あ、いや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 、装備だね。はい。さまよう鎧ね。あー、これ呪いだったか。そうか。そうか。呪いだったか。鉄の盾、誰か持てないかい？おー、ゴリムスさん持てるよ。オークスさんも持てるんだね。あー、どうしよう。オークスさんだね。ゴリムスさんはまずさっき武器持たないとね。あ、川の腰巻きはもう仕方ないでしょ。装備ね、オークスさん、ウォーハンマー、魔法の鎧、鉄の盾。まだまだ足んないんですけど。さあ、呪い時に行ってもらわないといけないね。さまよう鎧は呪われるのか？あれ？誰か装備した人呪われなかったような気がしたんだけど。ここは、このパートもちょっとこのパートやばいね、本当に。前の場所がわかんないようになっちゃった。こっち
ち行ったらまずいかな。あ、宇宙だね。宇宙へ行かない方がいいんで。うわ、ちょっとこれまずいな。時間良くなっちゃったもんね。あらら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 。この辺なんかないかい？ちょっと降りていっちゃいましょうよ。あ、城ある。ストーンマン？ゴーレムさんよりマシな、あ、経験値低いもんね。どこ？はあ、何この音楽。ラインハット？違うわ、私の城だわ。私の城だね、これね。はい、旅のね、40ゴールド行っちゃいましょう。私の城だったね。自分の城忘れちゃってた。じゃあね、ちょっと時間がいいので、あら、ちょっと待ってね。確かね、コメントでラインハット、あ、ラインハットか、あの神田さんのどのコーナーっていうのを聞いたんですよね。神田さん、そうだよね。あらららららら、多分そうだよね。神田さんの、あ、ラインハットね。そっち行っちゃいましょうか。じゃあ、まずね、ちょっと前のところ一遍戻りましょう。次はね、そこから始めたいと思いますね。前のところちょっととりあえずわかんないんで、そこ行ってから始めましょう。じゃあ終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。